皆さんこんにちは、ランタムです。北海道動画をね上げ終わって今数日が経ったんですけども、動画を上げてなかったらなんか出してくれっていう風に声が上がり始めたんで、今回は僕がね使ってる調味料や紙皿等なんですけども、これらがちょっと両方ともね減ってきてたりとかしてるんで、まあ、補充をしながらどんなものを使ってるのかっていうのをねちょっと簡単に説明させていただきたいと思います。ということでね、もう早速見ていこうと思うんですけども、中はこんな感じですね。基本的に整理整頓してるつもりで結構ぐちゃぐちゃです。でアイラップとかくっつきにくいホイルとかたくさん入ってるんですけども、今ね特に不足してるのが丼類ですね。ご飯食べるような丼がないんで、これはちょっと補充しないといけませんね。あとね紙皿が非常に多いんで、紙皿は全然使わないんで、これは減らした方が良そうですね。使わない分はねちょっと下ろしていきましょう。でご飯丼とまたちょっと違う丼をね追加しましょう。ご飯丼はねこれにしましょう。ちょっと薄手のやつですね。冬場はね発泡シロル系の分を使うんですけども、夏場はこうやってちょっと薄い分を使ってます。5枚で100円とかですね。でよいしょ、こうかな、あこんな順番ですかね。こんな順番になるんですけども、僕ちょっとこれで足りないなと思っている分があったんで、今回丼用意しました。それがねこれですね。こんな感じの分で、何でしょう、夜泣きそばとかで出してくれるような丼ですね。これはねプロコンポとかっていうのお店があって、プロの人たちがねお弁当とかの容器をね買いに行くようなお店があるんですけど、そちらに行って買ってきました。ちなみにこれね安売りしててから50枚で600円でした。ちなみにこういうのはねすごい好きでから、僕はよくなんだろう通りかかったらね寄るようにしてチェックをしてます。これはねもうあんましまいすぐやらないんで2枚ほどでいいかなと。減ったらまた補給するような、よしこんな順番でいいかな。はい、であとはもうこっちはもうこれでいいでしょう。これはこんな感じで OK で、奥の方に入れる分なんですけども、これですね。まずね最近入れてるのはまな板シートっていう分なんですけど、これ結構便利でから、まな板の上にねラップなんかを敷いて切ったら、ラップ切れちゃうんですけども、これはね切れずにからすごいしっかりお肉とかお野菜切れて、まな板が汚れないんでね最近ちょっと気に入ってます。ホームセンターで大体売ってます。で次がねクッキングシート、あんまし動画では使いませんけども、たまに使うんで入れてます。よし、あとプレラップ、それからくっつきにくいホイルですね。はい、これはもうこの辺です。であとこれはあんましやることはないと思うんですけども、ちょっと指先を使ってね細かい調理をするときに手が洗ったりできないんで、この分をつけてしようかと思って一応入ってます。100均のやつですね。よし、でさっきの丼類をこんな感じに置く。あんましねたくさんは入れないです。あとは割り箸類ですかね。まあ、続いてはこの辺はねたくさんあって、僕はねこの小袋に入って爪楊枝が入っている分を使ってます。何かと便利なんでね爪楊枝があれば。でこれらはねもう簡単に輪ゴムでパッと止めてます。この程度です。で置くと。でお次はねスプーンやナイフやフォーク類、これはね使い捨ての分を僕はよく使ってます。で使い捨てにすらもったいないっていう風に思われるかもしれませんけども、僕ね家でからこれ持って帰って何遍も何遍も使って絵が折れたりするようにしてるんでね、ここまで無駄にはなってません。ちなみにねここら辺のもの、紙皿とかこういったものを使うのは洗い物ができない場所での車中泊を想定してるんで、この分ばっかり使ってます。であとね基本的にスプーンがねめちゃくちゃ使ってから1回の車中泊で必ず1個ぐらいは使うんで、こんな感じでねスプーンはもう買い置きしてるんで、スプーンだけはもう補充ちゃんとしっかりしておきましょう。こんな感じですね。あフォークがないな。フォークちょっとまた後で別でね補充しておきます。でこれも輪ゴムでパッと簡単に止めておきます。はい、であとちょっとね油の処理というか、その結構ねたくさん油を使った時には固めるテンプルみたいなやつ、油を固める分と少量の場合にはね素足持って帰ってるんで、こういった分は積んでます。これはもうそのまま入れとけばいいですね。はい、であとね重要なのが紙コップで、この分でね味噌汁飲んだりコーヒー飲んだり冷たいもの飲んだりするんですけども、だいぶねこれも量が減ってるんでちょっと補充します。でプラカップはねあんまし使わないんで、まあ、少量でいいんですけども、このでかい分ってあんまし使わなくて、色もちょっと白くてあんまし気に入ってないんで、今回はさっきのねこれを買ったプロコンポという店で、同じような分買ってきました。これですね、オレンジのラインの入った紙コップで、これね紙コップなんですけども、岡山のね方のお祭りでは屋台で唐揚げなんかを買った時にこの分に入れてくれるんですよね。大体どのお店もこの色なんです。だから僕はねこのコップイコール唐揚げを入れるコップっていう風に頭の中で覚えてるんで、これはね好きなコップなんでこれを買いました。値段は多分だけども50個で500円ぐらいじゃなかったかな。だから1個10円ぐらいのカップです。はい、で刺してでこうやれば OK ですね。 OK、
背がだいぶ高いですけどもね、まあまあいいでしょう。はい、であとはみんな大好きアイラップですね。本当にね、すごく使えるんで、これは愛用してます。で、意外とね、よく使うのがこのキッチンタオルで、この使用率がね、僕は一番高いですね。何かあった時によくこの分で拭くんで、例えばも物を切った後の包丁なんかをピュッとこれで拭いたりとか、机なんかを拭く時にスッと使ったりとか、あとこの分の中でもね、お汁飲み終わった後にちょっと静かついたりするんで、それをね拭いたりしてからもうこぼれないように、油もなんかもこれで拭いたりするんで、キッチンペーパーは必ず必需品ですね。これがなければ車中泊ちょっとできないぐらいのレベルです。ちなみにね、ティッシュなんかも積んでるんですけども、ティッシュって結構毛羽立ってからいろんなものについちゃうんで、スプーンなんかを使った後にまた次の朝も使おうかなと思った時にティッシュで拭いちゃったら、ホコリみたいなのがつくんで、僕はこっちで拭いてます。はい、よし。で、こんなもんですかね。量的にはこんな感じです。で、なんだろう、長期の旅に行く場合にはもう少し内容を詰めていくんですけども、普段はこれぐらいで収めてます。で、ついでにね、包丁に関してはなんでか僕はね、こっちに入れとく方が使いやすいんで、この辺に、ね、適当にもポンと掘り込んでます。こんな感じですかね。はい、はい、ということでね、お次はこちらの調味料入れですね。こっちの方にいろんな調味料を今入れて運んでます。で、最近ね、ちょっと容器を変えまして、この大きい分にしたんですけど、この分にはね、たくさんいろんなものが今入ってて、順番に紹介していきますと、白だし、ポン酢、料理酒、油、みりん、ごま油で、こっちが塩コショウ、味塩、合法的な白い粉、小麦粉ですね。で、ちょっと瓶類なんですけども、まあ、適当にパセリ、中濃ソースですね、ブルドッグのごま塩で、ここが片栗粉ですね。片栗粉ね、あったらすごい便利なんでね、買いました。で、こちらがいろいろあるんですけど、ちょっとこの辺のね、分はちょっと外します。レモンですね。これね、焼き鳥焼いた時とか、あとコーラなんかに入れたらすごい爽やかになるんで入れてます。で、山椒、僕ね、山椒大好きなんでこれも入れてます。これからすごい便利なのがね、これダイソーとかに売ってる中華だしですね。これペースト状の分でから、これ1個あったらね、いろんなものが料理できるんで、もう中身がほとんどないです。で、あと七味唐辛子に豆板醤とかニンニク、生姜で紅生姜で、あとコチュジャンですね。この辺があったらね、すごい料理の幅が広がるんで、この辺を最近入れてます。で、あとマヨネーズですね、と醤油が2本、よくねなくなるんでちっちゃいも入れてます。で、こちらがコーヒー類ですね。僕ちょっとコーヒー類好きなんで入れてるんですけども、砂糖とかが入ってます。料理のね、さらの砂糖はこの分入れてます。はい、ということでね、ちょっとこんな感じではあるんですけども、これらもね、ちょっとまだメンテナンスがいるんで、ちょっとやっていきます。とりあえずこれがね、こぼれてから今ベチャベチャになってるんで洗います。この辺はね、定期的に洗ってきれいにはしてます。で、ちょっとね、洗ってきたのはいいんですけども、補給をしていきましょう。まず白だしですね。いつも使ってるのこれですね、割烹白だしで、白だしはね、万能調味料で、これ一つでうどんだしになったりとか、だし巻き卵を作れたりとか、あともういろんなね、だしに使えるんで、これはもう本当に持って運んでたらすごく便利です。ちなみにね、1回の用意でよく使ってもこれぐらいとかです。うん、だからこの1本で6食分ぐらいは料理に使えるはずです。で、これはね、ポン酢なんですけども、あんまり使いませんね。僕ポン酢好きなんですけども、焼き魚にかけたりしていただくんですけども、あんまし使ってません。で、これ料理酒ですね。料理酒はね、みりんと醤油と一緒に使うことが多くてから、和食にはね、もう欠かせない分で、これ入れたらね、本当になんかコクが増したりとかするんで、料理酒は持っとくとね、便利です。ちなみに飲んでもね、すごくまずいんで、お酒代わりにはなりません。で、次は油ですね。油はね、100均で売ってるキャノーラ油を使って入れてるんですけども、これ、ね、今大丈夫なんですけども、長期間ね置いてたら酸化して匂ってくるんで、僕は定期的にね、この分中の油は交換するようにはしてます。よいしょ。はい、で、ちなみにね、こっちは冷蔵庫で冷やしてます。で、あとこれくらいの量があれば、揚げ物なんかでもね、1回分フライパンで焼きながら揚げる方法なんかでもできたりとかするし、野菜炒めなんかでもね、相当回数できるんで、これだけ持てればね、十分こと足ります。よし。はい、で、次みりん。みりんはいいかな、たくさん入ってるんで。これはね、もう本当に醤油と料理酒とみりんはね、もう1対1対1とかいうような分量で入れて使うやつですね。もう本当に和食には欠かせません。で、あとは補充しないといけない分はないですね。はい、で、あとこの辺を戻すんですけども、実はね、今こういった仕切りしてるんですけども、この仕切りにしてたらちょっと場所取るんですよね。ですんで、ちょっとね、今回はもうこの辺のね、容器はちょっと外してみて、こういうのをね、ダイソーで買ってきたんで、この分で仕切り作ってみます。切って使える仕切り板ってやつですね。で、これね、高さはね、8センチぐらいの分にしました。頭が出てる方がこうパッと取って出しやすいんで、これにしました。
これぐらいかな。こんな感じですね。これでもう一枚こうかな。こんな感じ、たくさん入りますね。これで大きいやつも入るかな。こっち大きいやつ、余分にね買ってきてるんで、この分でスペーサーをね作りましょう。同じサイズのものをね量産します。こうこうかな。でこの辺にちっちゃいボトル類を入れて、ここには粉もんとかを入れて、ここはちっちゃい小瓶類ですね、こういったやつを入れましょう。でどうしましょう、ここで食いてこうやって立ててもいいけども狭いかな。あーここでもいいね。ここにちょっと1枚入れましょうかね。 OK ですね。ちょっと暴れるけど OK にしましょう。であとはこう多分ここに置いたりとかして、とりあえずねこっちにちょっと物詰め替えましょう。これをね今あのこっちで使ってる調味料入れをね全部移します。容量をね倍ぐらいに増やす過去ですね。もうね4年間使ったんでね、少し調味料増やします。あとでねここにお味噌なんかも入れます。この大きさでこれは OK でしょ。でこの上にねこういったようなお鍋の素とかは置くようにして、こんなんでもいいね。この分残り物をねつけてもで、あとはこうやってちょっと形が悪い分だけ入れてポリコンでおけばまあ OK かなと。であとね忘れてました、今回からねこれをつけようと思ってるんですよね。ハイミーです。これね何かと言ったら、早く言ったらね味の素なんですけども、これね味の素の 2.5 倍強いやつでから 2.5 倍効く味の素です。だからねかなり決まりやすいやつですね。でこれ単体でから、こういったねハマグリのお吸い物とかも作れるような分で、早く言ったら和風だしに近いようなものですかねと思ってもらったらいいと思います。それよりももっとねその味の素成分が強いような感じですね。はい、これもね入れます。こんな感じで、これで大体いいんじゃないかな。でもかなりいい感じにできたんじゃないでしょうか。でこれがねちょっと入らないんで、ちょっとこれちょっとあれしましょう。はい、ということでねちょっと持ってきました。こっちですね、ちっちゃいやつです。これね SB 菜館っていうね分の片栗粉なんですけども、これねめちゃくちゃ手に入りにくくて、僕もねヨドバシドットコムでなんとか手に入れた分で、普段はね手に入りやすい調味料ばっかりとかを使ってるんですけども、これはねちょっともう今回入らないんでね、準備した分なんでもうこっちに入れ替えます。はい、でねあと、あそうだ言い忘れてました、これマヨネーズなんですけども、これマヨネーズは油と一緒でから、両方ともねその夏の暑い時期に車内にずっと置いてたら酸化して匂ってきちゃうんで、僕はねさっき油入れ替えてるって言いましたけども、マヨネーズもねこれもあの分離とかしてね匂いが出始めたら新しいものにね交換するようにしてます。だからねこれちょっと結構大きい分なんですけども、普段はねもっとちょっとちっちゃい分を積んでたりします。はい、こんな感じですかね。であとはそうですね、ここにね お米なんか入れてもいいですし、この状態ぐらいでいいのかなというふうに思います。でこうやってしまっておけば、いつでもどこに行ってもね、ある程度の料理が作れると。ちなみにねお水なんかに関してはだいたい車の運転席の下側のスペースにねドーンとペットボトル入れてたりして、そこからねお水引っ張り出してから使ったりします。はい、こんな感じですかね。はい、ということでね、今回は普段使っている、調味料と、あと、紙皿やね、キッチンペーパーとの補充の動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。今回の動画ね、あれ手抜きっていう風に思われた方もいるかもしれませんけども、僕が思ってるセカンドチャンネルは本来はこの格好だったんで、これがもう正しい姿ではあります。だから、北海道旅行みたいな動画は、本当はメインチャンネルで出すべきだったのを、僕ちょっとセカンドチャンネルで出しちゃったんで、なんかクオリティが低く見えるかもしれませんけども、これが本来の姿なんで、皆さんちょっとご了承ください。でとりあえずね今回こちらにね味噌汁の味噌なんかをまだ補充してなかったりとか、あとこっちにはね竹串等をね今回補充してなかったりするんで、またそれはちょっとねおいおい補充をしていくんですけども、まあ大体こんな感じでいつもやってるというのをねちょっと見てもらったんじゃないかと思うんで、皆様ね車内でちょっと料理してみたいなと思われる方は、まあこれぐらいのものがあったらね楽しく料理ができますんで、皆様ねコロナ禍でお家にこもってる方も多いと思いますんで、よかったらねこういった格好のものをちょっと準備されて車内でね料理を楽しまれてみてください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。最後に忘れてました、最近僕ね黒酢にハマってるんで、黒酢もね入れて持ち運ぶことにします。ちなみにねこの黒酢があったら、黒酢で寿司酢を作ってもね美味しいんで万能調味料です。